はですね、始めさせていただきます。します。高校生と言わず、大学生の方もぜひご視聴いただければと思います。本日のですね、ちょっとメニューを見ていきたいと思います。第1章がプロローグですね。第2章が実際の勉強編。第3章は学習に一番重要だと思います。モチベーションですね。そして第4章は、今の楠木さんの、お話をさせていただきたいと思います。じゃあ早速、本日の合格者プレゼンターの紹介、あと公認会計士というものを知った経緯、その当時感じた公認会計士の魅力、そしてその試験制度などをお伝えしたいと思います。本日のプレゼンターは楠木さんになります。プロフィールですね。早速、現在の大学学部、年次、好きな食べ物、趣味なんか教えていただければと思います。はい、初めまして、皆さん。楠木拓也と申します。よろしくお願いします。現在通っている大学が琉球大学、沖縄の方にある琉球大学ですね。で、学部が国際地域創造学部っていうところですね。ちょっとマイナーな学部なんですけど。で、年次が、まあ、ちょっと休学中なんですけど、2年次になります。で、好きな食べ物ですね。自分、冷やそうめんとラーメンが好きですね。あ、そうめん。冷やしうどんとかも好き。麺類が超大好きです。趣味なんですけど、自分音楽やってまして、普段ギター弾くのが好きですね。エレキギターですか。あエレキギターになります。りがとう結構ロック系のジャンルのバンドやってます。ございます。昨日も確かライブだったと。あ、今さっきなんですよ。あ、今さっきの。はい、すい2ま時間せん。前にライブ抜けてこっち来ました あ、いえいえ、素晴らしいですね。近くにライブハウスだと。何がきっかけで公認会計士という資格を知りましたか？これなんですけど、公認会計士という資格、一応、親戚の自分の叔父がやってて、なので物心ついた時から公認会計士っていう職業自体は知ってたんですよ。ただどういうことするのかはまだわからなくて。そうですね。みんな中学生とか高校生ぐらいだったら進路悩むと思うんですけど、どんな仕事があるのかなみたいな。その時に、いっぱい稼ぎたかったんで、収入ランキングみたいな中から調べて、で、上位4位ぐらいに入賞してる公認会計士のことをちょっと調べてみて、それで知りましたね。公認会計士を知った当時、公認会計士という資格の、どこが魅力でした？魅力のポイントは、さっきも喋ったんですけど、年収ランキングみたいなのに乗るぐらい、すごい稼げる仕事なんだなっていうのが分かって、しかも、資格、国家資格なので、一回試験パスしてしまえば、もう一生その身分が保証されるっていう資格になるじゃないですか。なので、例えば、まあ、男性なのでちょっと、あんまりあるか分からないですけど、例えば育休取ったりとか、あと、長期間休み取った後に、仕事にまた復職しやすいっていうのが、強みなのかなと思って。で、あと一個、当時の自分で一番、魅力に感じたのが、高校生だったんですけど、当時。16歳の自分でも、試験にチャレンジできるっていうのが一番大きくて、受験資格がこれないんですよ。なので、頑張れば理論上、最年少合格も高校生なので、チャレンジできるんだなっていう資格で、それで一番魅力感じて始めてみましたね。素晴らしいですね。
これちょっとですね、豆知識として公認会計士っていうのをね、ちょっとざっくりと説明させていただきたいと思います。企業が作成した1年でいくら利益が出たか、で資産と負債が今いくら残ってるかっていう成績表、財務諸表っていうのを作るんですけども、これをですね、監査することを主な業務とする国家資格になります。で企業が作成したこの財務諸表という成績表はですね、企業の中にいる経理とか財務とかをやっている人が作るので、つまり自分の成績を自分で作っていることになりますから、このままではちょっとね信用に足りないということで、この監査っていうのが財務諸表が適正に作成されているかどうかっていうのをね、公認会計士が調べて判断して、意見を表明します。これは大丈夫ですよってね、この成績表は正しいですよみたいな、必ずこの監査っていうのは受けないといけません。で企業が作成したですねこの成績表たる財務諸表が、社会的信用ですね、これを持たせるために重要な業務になっています。公認会計士というのは監査、これをする、ね、資格だということですね。でちなみに財務諸表、成績表はですね、企業の取引を記録する簿記って、ね、なんか皆さん聞いたことあると思うんですけども、簿記で記録した取引を集計して、最終的に作られることになりますので、公認会計士という資格は、まあ、言わずもなが簿記の、勉強もたくさんしないといけないということですね。はい。でその他にも公認会計士さんは、まあ、コンサルティング、企業経営のですね、より売上をどう伸ばしていいかっていう相談に乗ったり、M&A、2つの企業が1つになったり、1つの大きな企業が2つになったりとかですね、企業再編っていうんですけども、そういったものを手伝ってあげたり、株式公開支援、IPO っていうんですけども、ベンチャー企業がですね、より、お金をたくさん集めて大きくなるためにですね、株を上場させる、それのサポート、IPO って言うんですけども、そういったことも手伝ってあげたり、税務業務ですね、公認会計士さんが登録した後にですね、研修を受けるだけで、税理士さんの資格も得ることができますので、税のことお仕事にできる。さらに、国際財務報告基準、IFRS、IFRS と呼んだりするんですけども、今までですね、財務諸表が作られていたルールが各国ちょっと違ってたんですけども、大きく分けてヨーロッパとアメリカと日本ということで、ルールが全部違ってたんですけども、それだと同じルールでね、成績を作らないと、たとえね、公正な評価ができませんのでね、なんでみんな同じルールでいこうっていうのが、このIFRS というルールになります。これが今ですね、導入が義務化されてますんで、各企業、大変なんですけども、このルールに合わせるっていうのがね、今までとルール違うんで、それの導入なども公認会計士さんはプロですので、手伝ってあげたりとか、ということで、非常にですね、近年ニーズが高まっている業務を担う資格として、非常に注目されている資格になっています。はい。では、楠木さん。質問に戻りましょう。いつ公認会計士の勉強を始めましたか？公認会計士の講座申し込んだのは、自分が高校2年生の時の7月なんですけど、その前にコロナが始まったじゃないですか。ちょうど2020年の2月ぐらいに。その時から、ちょっと時間が、学校が休みになって時間ができたので、もともとなりたかった公認会計士の、ちょっとでも力の足しになるように、簿記の勉強を始めたんですよ。でなので実質2020年の2月、自分高校1年生の最後ら辺ですかねに、簿記の3級から公認会計士試験に向けて勉強始めましたね。高校生もスタートしてるんで非常に早い感じです。高校に通いながらですね、公認会計士を目指すことにご両親は賛成されてましたか？これでちょっといろいろ相談しまくったんですけど、最終的には賛成してもらえたんですけど、やっぱ大学受験があるので、これ、今の琉球大学の模試の判定ずっと A 取り切れるんだったら、まあいいよ、みたいな感じで言ってもらえて、それで、高校2年生ぐらいの時かな、模試でしっかり A 判定取って、なんとか、ギリギリなんですけど、それで、予備校通うことに賛成してもらいましたね。年単位のちょっと長丁場になるので、公認会計士の勉強って、
やっぱりご両親とかご家族のね、賛成はやっぱりね、いただいた方がいいですよね。そうなんですね。お金も出してもらえない。そうですね。そうですね。学生の方はそうですよね。ありがとうございます。ちょっと公認会計士の試験制度ですね。ちょっとそこはね、説明しないといけないなと思いますので、ざっくり見ていきましょう。まず受験資格なんですけども、楠木さんがおっしゃった通り、受験資格はありません。どなたでも受験できます。で、外国籍の方も受験できます。はい、税理士試験とかね、大学のこの単位取ってないといけないとか で、それがない人は、高校卒業の方とかが税理士試験を受けるには、例えば、一生一級持ってないといけないとかね、全系上級持っていけないといけないとか、結構ハードル高いんですけども、公認会計士全くないんで、そこがちょっと魅力ですね、本当に。で、一次試験が、単等式試験と言います。単等式、これマークシート方式の意味なんですけども、年2回、12月と5月に行われます。合格発表が1ヶ月後ですね。1月と6月です。まあ、12月と5月、どっちかのですね、試験に合格すれば、二次試験と論文式試験に進めます。はい。この単等式試験に合格しましたらですね、合格発表日の属する年と、その翌年と、その翌々年ですね、計3回の論文式試験という二次試験を受験することができます。3回とも不合格の場合は、また単等式試験から、チャレンジすることになると。二次試験の論文式試験は筆記試験ですね。論述ありになってますね。1回8月になります。で、3ヶ月後の11月に合格発表があるという感じですね。この試験に合格すれば、公認会計士試験は合格です。で、最終合格というやつですね。これは一生消えないのでですね、ここまでがね、公認会計士の試験になります。まあ、特徴としては単等式試験に1回合格してしまえばですね、論文式試験に、専念できると、で、3回チャレンジできるというところですね。はい。で、一次試験なんですけども、楠木さんはいつ合格されましたか？これはですね、2021年の12月の試験ですね。なので、その時ちょうど高校3年生の12月で、受験真っ只中だったんですよ。ちょっとヒヤヒヤしながら受けてましたね。変でしたね。大学受験と公認会計士担当式試験。はい、すごい、素晴らしいですね。二次試験、本部式試験はいつ合格しました？これは去年の11月ですね。去年の8月の本部式試験、自分受けましたので、2022年の8月ですね。の論文試験に合格しました。公認会計士試験ですね、公認会計士という資格を得るまでの、ね、ざっくりとしたちょっと流れを見ていきたいと思うんですけども、例えば令和7年度、2025年度の試験を例とするとですね、一次試験、単等式試験の第1回目ですね、12月にあると言ったんですけども、注意してください。2024年12月にあります。25年度の試験なのに、24年の12月に実施って、これ、本当ね、やめてほしいなと思ってるけど、これ、しょうがないですよね。はい。だって、24年の、試験概要とか見ちゃうんですよね、皆さんね。この試験を受ける予定のこと、違うんですよね。プラス1年しないといけないですね、12月。だから合格発表年度でね、見ていただきたいなという感じですけども、第1回は2024年12月で、1ヶ月後の1月に合格発表ですね。で、年はちょっと変わって、2回目の単等式試験は5月に実施されます。2025年5月ですね。合格発表が1ヶ月後の6月と。この2つのうちどちらかに合格すればですね、はい、2025年度の論文式試験にチャレンジすることができます。2025年8月ですね。金土日の3日間です。単等式試験は1日で4科目ズバッてやっちゃうんですけど、もう論文式試験は6科目、まあ、5科目なんですけども、一応、6科目、1科目は前半後半で分かれるんで、まあ、6科目と言っちゃえば
でしょうかね。1日2科目ずつやっていきます。金、土、日の3日間って結構長丁場で大変な試験ですね。で、この論文式試験終わった後、まあ、すべての試験がまあ終わってるんで、11月の合格発表までですね、時間があるので、ここでですね、この9月から10月までの間に、論文に合格した場合の就職、就職できるようになりますんで監査法人というところに就職するんですけども、大抵の方、監査法人の採用関係の説明会やイベントがどしどしやっていくので、それに参加して、どの監査法人に行こうかなっていうのをあらかじめ目をつけておくと。うん、オフィスツアーとかね、オフィスとかめちゃめちゃかっこよかったりするんですけども、そういったところに行って、11月合格してたら、この監査法人に行こうっていうのをここで、ある程度決めてもらう。で、11月です。論文式試験の合格発表です。2025年11月ですから、この合格だった場合ですね、監査法人の、まあ、就職活動がスタートになります。まあ、名簿をつけた監査法人のところに行って、面接とかを受けて、で、採用されると。で、かなり、今、人手不足なので、ご希望の監査法人に行けるかなと思います。今すごく、売り手市場ですから、超おすすめですね。やっぱ会計士は。で、年が変わって、まあ、2月から3月ぐらいに監査法人等へ就職になりますと言っても、まあ、まあ、正社員として正式採用は4月ですよね。大学卒業した、ね、された方とかはそうなりますね。で、大学卒業しないで早めに、楠木さんみたいにね、また大学1年、2年とかで、合格されてて、採用活動 OK もらいましたら、まあ、非常勤、アルバイトってことですかね。アルバイトで、雇ってもらって、非常に高い時給で働いたりすることができます。で、卒業したら正社員になるっていうことも全然可能です。まあ、大学生の方ほとんどそうですね。11月に合格発表があって、で、3月までものすごく高い時給で、働いて稼いでみたいな感じの方が結構多いかなと思います。で、楠木さんは違うんですよね。違うんですよ。ここでちょっと注意してほしいのが、地方に住んでらっしゃる方は気をつけてほしいんですけど、監査法人がそもそも人募集してないことがあって、こっちも沖縄なんですけど、沖縄の監査法人募集してないんですよ。なので、地方都市、例えば福岡とか、中福岡行くんですけど、あと名古屋とか、神戸とか、あのあたり、ちょっと大きめの都市に住んでらっしゃる方限定の話になるかと思います。というか、そこに行ける方、通える方ですね。なんで、そのアルバイトで、結構稼げるっていう期間は、ね、ちょっと、監査法人があるところ限定になっちゃいますね。そうですね。はい、もちろんね。2500円とか話も聞いたんで。そうですね。すごいですね。すごいですよね。3000円とこも、3000円ってとこもありますね。ありますね。やばいですね。まあ、地方の方でもですね、合格して正社員としての採用はね、全然、大丈夫なんでご安心ください。はい。リクルート、その採用されて、正社員として採用ね、決まったら、なんかスーツ代とかもね、もらえたりするんですよね、なんかね。まだもらってないですね。多分ね、多分もらえると思うんですけどね。結構な額もらえる。向こう行ったらですね。そうですね。はい。でですね。公認会計士の試験に受かって、で、監査法人に就職しますよね。その間、実はちょっとやることがあって、監査法人に、勤めながら、この業務補助等3年以上という公認会計士に登録、ね、資格としてもらえるために必要な業務補助等3年以上というのがあります。実務要件とか言ったりするんですけど、会計士とともにそれをサポートする業務、3年以上やんないとダメだよってことですね。これは非常に簡単です。監査法人に3年いれば OK です。はい、ここは自動的にね、付与されて。で、実務補修と、まあ、大学のですね、講義っぽいものですね、講義を受けたり、レポートを提出して、単位を取得していきます。これは監査法人に働きながら、合間を縫ってです。合間を縫ってって言ってるけど、まあ、合間に、実務の補修所、補修所ですね。補修所に
で、講義を受けたり、レポート提出したりして単位を取得していきます。はい。でそこまで大変じゃないんですけども、ね、ちょっと繁忙期と被った時とかちょっと大変らしいですけど、そこまで大変じゃないです。はい。で、この業務補助等と実務補修が完了したらですね、まあ、単位取得もですね、3年ぐらいで終わっちゃうんですね。なんで、監査法人に入って3年ぐらいしたら、この2つの要件満たせますんで、修了考査っていう最後の試験を受験することができます。はい。で、これに合格したらですね、見事公認会計士として登録ができるということです。で、修了考査はですね、油断しなければ合格できます。油断してる方は、ね、たまに落ちたりしますけど。7割ぐらいあるんですよね、合格率が。でもちょっと最近 65% とか 60% っていう時もあったらしいんですけども、まあ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 、で何回も受け入れますから、そこまで怖がる必要はないと思うんですけども、この最後の修了考査と。で、公認会計士登録になります。なので、このざっと見ると、やっぱりこの論文式試験までね、担当式試験と論文式試験まで合格するっていうのが最大の実は難関になってると。はい。すいません。楠木さんのご質問に戻ります。はい。楠木さんの場合ですね、先ほどお話しした通り、高校1年の時に簿記の、日商簿記の勉強をしつつ、2020年高校2年生の、7月に会計士試験のですね、学習をスタートして、これすごいですよね。高校3年生の5月で、1年未満で担当式試験を受かってますね。あ、これダメだったんですね。すいません。これダメだった。この時ちょっと余談なんですけど、言い訳でしかないんですけど、沖縄会場にめちゃくちゃ人がいた年で、50人ぐらいの人数が1個の教室にバンってまとめられて、でコロナが流行ってたんでエアコンもダメで、熱中症になっちゃったんですよ。そうなんですね。それでも試験終わった後に、ちょっと、食事中の方いたらごめんなさいなんですけど、戻しちゃって。ああ。もう、散々でした。大変でしたね。もう、ちょっと異様な感じだったんですね。他の東京の会場もね、結構ぎゅうぎゅうで大変だったみたいですね。ちょっとしんどかったですね。12月からだいぶ楽になったんですけど、この回はだいぶきつかったです。ちょっとね、不運が重なって残念だったんですけども、でもそれでもすごいですね。高校3年生で、12月にですね、見事、担当式試験突破と。はい。これ合格率 10% とかなんで、担当式試験は素晴らしいと思います。はい。で、翌年の8月の論文式試験、一発合格、論文は一発合格でしたね。これもすごいですね。大学1年生の頃ですね。なので、公認会計士の講座をスタートしたところから計算するとですね、もう2年2ヶ月ぐらいで最終合格されているということでですね、素晴らしいと思います。自分で自分を褒めてください。では早速ですね、第2章の勉強編いきましょうかね。まあ、公認会計士試験にやっぱり興味がある方や、まあ、すでに学習を進めている方からですね、よく受ける学習上の質問をすべてね、まとめて、楠木さんに聞いてみたいと思います。はい。ではいきます。今日のスケジュールはどのように立てていましたか？これはですね、特に曜日とか決めてスケジュール立ててたわけじゃなくて、もう勉強を進めながら、今週どこまで行きたいな、みたいな、ざっくりとしたスケジュール立てて、ってことは今日一日で何ページぐらい進みたいな、っていうのを、頭の中で軽くやってましたね。書き出したりするのもいいんですけど、自分それやっちゃうと、多分ほぼ不可能なスケジュールみんな立てがちなので、だんだんスケジュールに置いてかれちゃって、なんかすり減ってってメンタルが。で、なんか塞ぎ込んじゃって勉強手につかなくなるみたいな方が結構いらっしゃったので、それを防ぐためにやってました、ね。意図的にゆるくスケジュール立てました。そうですね、スケジュール立てをすごい理想すぎるものを立てすぎるっていうのは、楠木さんの
おっしゃる通りで、結構そういう方多いので、だいたいここのページまで行きたいな、みたいな。そうなんですよ。ね、ポストイット本当貼っに予て、みたい約。そうですね。できなかったらまた次頑張るかぐらいのノリでやってましたね。結構遊びの部分を持たせるのが大事だと思います。しゃる通りですね。ありがとうございます。文字が見えないですよ。高校や大学のか、大学の授業が、ある日とない日で分けて、一日の勉強時間と、勉強するタイミングを教えてください。はい、これなんですけど、高校通ってた時は、高校ある日、平日は朝、親の事務所なんですけど、こっち来て、6時ぐらいですかね、起きてこっちに行って、学校始まるまでの間、1時間半ぐらい、問題集解いたり、講義見たりしてやってました。で、学校が始まったら、まあ、ちょっと大きい声じゃ言えないんですけど、例えばちょっと緩めの先生とかの場合だと、メールで問題集解いてたりとか。で、また帰ってきて、部活はちょっと、その時はもうコロナでできなかったので、帰ってきて5時、6時ぐらいですかね。そこからまた寝るまで10時ぐらいまでご飯食べながら勉強してましたね。だから、細かい時間とかもね、ちょっと積み重ねて勉強してたってことですよね。そうですね。なので、純粋にこっちで勉強できた時間は、1日でいうと5、6時間ぐらいなんですけど、学校の休み時間とか昼休みとか、内職の時間も含めたら大体8時間、7時間ぐらいまでいたかと思います。これね、学生、ね、クソノキさん学生だからっていうのじゃなくて、社会人の方にもこれ本当におすすめで、空いてる時間とか、移動時間とか、昼休み時間とか、本当ちょこちょこでいいんでね、勉強されるといいと思います。例えば1日そういうのを積み重ねて、30分だけね、移動時間とか全部合わせても30分だけしか勉強してないと。プラスアルファ勉強してないって、だっても30分かける365日って言うと結構な差になるんですよ。結構バカにならんぐらい進むので、おすすめです。だから机に向かって長時間やるっていう勉強ももちろん必要なんですけど、そういうの以外の時間でちょこちょこ勉強して進めるっていうのはね、かなり効果的ですよ。休日はもう腹をくくって朝7時くらいにこっち来て、夜の11時まで絶対帰らんと。ご飯食べながら。何時間かな。トータルしたら13、4時間ぐらいなんだと思うんですけど、純粋な勉強時間だけで見たら、そのぐらいやってましたね。最近だとね、個室のね、漫画喫茶とか、完全個室の漫画喫茶とかの、ね、8時間パックとかね、10時間パックとかめちゃくちゃ安いん結構で、良さそうですよね。めちゃくちゃいいですね。電卓も叩けるんで、完全個室だと。で、飲み放題なんで、ね、勉強が終わるまで出ないみたいな。そそうういうのをね、ぜひ、ね、そうですね、土日とか完全に休みの日はね、がっつりやらないとなかなか厳しいですよね。ありがとうございます。高校、大学と公認会計士の勉強を両立するために何か工夫したことってありますか？い、最初、多分高校生の方が多いと思うので、その工夫なんですけど。高校生楽しい授業結構あるじゃないですか。体育とか、あと自分の好きな教科とか。そういうのは息抜き感覚で思いっきり楽しむ方がいいかと思う。で、ちょっと小賢しい手ではあるんですけど、逆にちょっと眠いな、みたいな。で、先生もあんまりがっつり注意してこないな、みたいな授業は、もう、宮に住んで内職するみたいな。まあ、卒業できればどっちも大丈夫なのに、ぶっちゃけ。大学進学でいい成績を収めたいってなったら、どっちもちゃんと確保しないといけないんですけど。もうそんな感じでしたね。授業、一歩一歩の授業にどんなやって向き合うか、ちゃんと頭の中で考えながら、やってましたね。で、今度、大学なんですけど、自分この時、大学入学して半年間、公認会計士受けるまでは、通信だったんですよ。ズームで授業をやったり。
ウェブクラスであったりみたいな感じだったので、もう一応流しながら講義資料とかもらってはいたので、ある程度内職とこっちと両方やりながらみたいな感じでやってましたね。そうですね、高校ね、大学、まあ、高校の授業しか受けてください、ね。まあ、とはいえ、ね、もちろんめちゃめちゃ集中しないといけないような、ね、ものではない。ものとかは、まあ、ちょっとね、集中力を少し期待して、ね、で受けていただいて、ね、やっぱり休みの時間とかね、細かい時間とかもやっぱり積み重ねながら勉強して、ね、いただければと思います。大学とかはね、リポートだけっていうのもありますもんね、結構ね。適当ないのとかもあるんで。ありますからね。だから、大学生だと、大学生だとやりやすいですけど。やりますですよね。で、大学生だとあれですよね、なんだろう、本当、あんま出席、こういうことじゃない、あれですけど、出席しなくてもいいやつとかもありますよね。そうですね、たまに。だから結構ね、先輩とかと、そうなんですよ。そのね、サークル入る理由が、私はその先輩とかに、結構緩めの単位が取れるところをちょっと教えてもらってみたいな。でもそれはね、結構大事ですよね。ないと。資格試験やるならなおです。なおそうですよね。高校がちょっと難易度高いですよ。高校はね、ね、ちゃんと出ないといけないんで。アルバイトやサークルは積極的にやっていましたか？いや、これ、自分、試験、論文終わるまではやらないようにしてましたね。時間取られちゃいますもんね。サークルに最低限顔出して、さっきおっしゃったように、どんな授業がおすすめですかみたいな、先輩に引きに行くぐらいやってたんですけど、がっつりやり込むみたいなことはやらないようにしてました。あんまり。で、ちょっと時間は勉強に使いたいですからね。そうなんです。アルバイトとかサークル、まあ、大学の最初の方とかね、もしかしたらちょっとやると、まあサークルはね、幽霊部員でもいいから一応入っといて。その方が楽しいですね。ね、単位が取りやすい講義を教えてもらったりとか、いいと思うんですけどね。やっぱりそこは優先順位はちょっと決めてほしいですね。たとえやったとしても。ちょっとでも勉強がね、厳しくなったら。一応、最難関なのかな。だいぶ難関な方の国家資格なので、もし試験は、受験始めるってんなら、もうそっちに全振りするぐらいの生活環境を整えないと、多分短期の合格はしんどいかと思います。ちょっとですね。優先順位を間違えるな、ということですね。そうですね。今日は主にどこでしてましたか？主に今いるところなんですけど、親も修行やってて、で、事務所を開けてくれてたので、そこで長時間やってましたね。ここがちょっとお客さん来て使えないとかなった場合は、近くの図書館とかでやってました。また教えてください。まあ、ちょっとね、レックは那覇本校で生講義はやってないので、まあ、自宅でパソコン、外出でスマホ、どうですか？自宅でパソコン派でしたね、自分。スマホだと画面がちっちゃいのがあって、なかなか、めっちゃ細めて見ないといけないので、パソコンで大きい画面で見た方が楽だったので、それでやってました。たまにね、レックの講義で、理論系の講義はスマホでダウンロードして見てるって方もね、たまにいましたけどね。一回やったのが、一応、復習用で音声ダウンロードして、走りながら聞いたりとかしてました。寝る前に聞いたりとか、朝起きて聞いたりとか、暗記用でやってましたね。素晴らしい。そう、音声ね、ダウンロードできるんでね、いいと思いますね。問題集を解くタイミングを教えてください。講義を受けた直後に、その講義で扱った問題集を解くか、それとも翌日に解くか、それともその週末土日にまとめて解くか、どっちですか？これですね。いろんな方法試したんですけど、エビングハウスの忘却曲線ってあるじゃないですか。
やった1時間後に半分忘れて、翌日8割忘れてみたいな、1週間後ほぼ9割忘れてみたいなのがあるんで、そこでいい感じにクイって覚えていけるように、講義受けた直後と、その翌日、まあ、余裕があれば理想の話であるんですけど、講義受けた直後とその翌日、で、さらにその1週間後ぐらいですかね、3回ぐらい解けば、まあ忘れはしますけど、ある程度中に、頭の中に入れられるのかなって思ってました。結構ね、これ人によって結構違うんですけど、やっぱそうなん講です義受ね。けた直自後は分ね、より。講義受けた直後は、やっぱり、解けるんだったら解いた方がいいような気がしますね。そうですね。おすすめですね。講義の理解深まりますので。実際講義で分かったつもりになってるのが、実は分そかってなうかったっていう発見は早い方がいいので。ですね。しばらく経ってからだと、また講義でどこが分かってなかったのか巻き戻すのもめんどくさいですね。そうですね、おっしゃる通りですね。はい、直後は一番おすすめです。まあ、時間がね、ない方とかだって、で、講義が深夜に受けた場合とかはね、まあ、翌日の朝とかね、いいかもしれないですけどね。通学の方とかですね。でも、どうしてもどっちもダメだっていうときは、まあ、ちょっとね、週末必ず 解いていただいて。どっちにしろ講義の内容を覚えてるうちに解いた方が効率いいです。今日中わからないことを疑問が出てきた際ですね、どのタイミングでどのような手段で質問していましたか？これ、レックが、クが LINE で、各講師が LINE で質問コーナーみたいになってきまして、それ使ってやってます。そのまま、簿記でわからないことあったら、その担当の先生に LINE で質問するみたいな感じだったら、まあ、だいたい3日以内ぐらいには返信していただけるので、やってました。早い時はね、当日に帰ってきたりとか。そうですね。もう一番早い先生だったら3秒とかで帰ってきたり。ちょうど見てたんでしょうね。そうスマホで。ありがとうございます。そう、レックだとね、質問が LINE でできるので、ちょっと租税法だけね、LINE じゃなくて、教えてチューンだっていうシステムで、まあ、スマホですけど、ね、パソコンでもスマホでも質問できるんですけど、その場でわからないことがあったらすぐに聞いておいて、で、ね、数日の間で解決するっていう状況をね、ぜひ作っていただきたいと思いますね。上の方の文字が見えないですけどね。統廉模試は、通学の会場受験、それとも通信、つまり、自宅受験、どっちでしたか？担当と論文それぞれ教えてください。統廉って皆さんわかりますかね？なんか、ミニテストみたいな感じなんですよ。模試に近いんですけど、ちょっとがっつりしたミニテストみたいなんですけど、できれば会場で受けるのを先生たちお勧めされて、自分もお勧めしたいんですけど、ちょっとやっぱ環境がなくて自宅でやってましたね。で、模試は、担当の模試が、レックの那覇本校のところでやってましたので、そこだけ通学で受けました。いるんであればってことですね、通学のそ方うでですね。てね。やっぱ通学の方が実際のタイムスケジュールと同じやり方であるので、本番、このスケジュールで混乱したときに、どんぐらい体が疲れるかとか、頭がヘトヘトなるかみたいなのが、つかみやすいんですよ。なんで、そっちが自分おすすめですね。通信ね、どうやってもやっぱり通信しか選べなかった方っていうのは、さっきお話しした漫画喫茶あ、で ね、そうですね。丸一日8時間パックとかをね、使って、本番の試験の同じスケジュールでぜひ受けていただきたいですなるべくやった方が、自分が論文の答練だけどうしても時間がなくて、1日10時間取って2回分消化するみたいな、6科目の2回分消化して、超ヘトヘトだったんですよ、その時は。もうやっておりましたね。特にその時間を計るというのが今、楠木さんが言ったように重要で、本番の試験と同じ時間でやってくださいで、解けない問題とかたくさん出てくるので、時間延長してね、やっちゃう方とかたまにいるんですけど、そうしたらね、答練と模試の意味がないですから、今、その本番と同じ環境で同じ時間でやったら、どれだけ間違いが
間違えるかっていうのを浮き彫りにして、それを修正するための作業になるし、ね、勉強になるので、どんなに、ね、点数が低くなっても構わないので、実際の本番の試験と同じような感じで、時間を測る。で、制限時間60分の試験だったら60分、ね、2時間だったら2時間、ね、必ず決められた時間で解いて、そこで自分のダメなところを洗い出すということが重要ですよね。そうですね。一番それが、トーレント模試の効果的な使い方だと思います。他の予備校の応連や模試は受験してましたか？自分は一切やってないですね。あ、そうですか。スケジュール的に間に合わないっていうのが大きくて、担当です、トーレン5回。各それぞれ、各科目5回分あるんですけど、論文が多くて、10回やるんですよ、論文が。3日分の試験を10回やるので、だいぶ、量が多すぎたので、それはできなかったですね。担当も、大学受験とだいぶ日程が近かったのもあって、他校の教材には手を回せなかったですよ。基本で出さなくても全然いいと思いますね。うん、まあ、模試だけかな。模試ぐらいは、なんかね、他の学校の一つ受けても全然いいかなと思いますけどね。模試とかって、あれですよね、本番の論点当てにきますもんね。1個の問題の中に論点が本当に5、6個入ってたりして、だいぶ網羅的に復習できる教材にもなりはすると思うので、1回ぐらい受けても。来週、トーレン模試で、間違えた論点だけを集めたですね、間違いノートっていうのは作ってましたか？担当と論文それぞれ教えてください。これなんです。ノート上にはしてなかったんですけど、例えば担当の問題集なんですけど、こういうふうに丸×問題になってるんですよ。で、こっちで丸か×か外しちゃった問題をスマホで写真撮って、で、カメラでテキスト編集とかできるじゃないですか。あれで軽くこっちの解説の部分要約したりして、で、それでフォルダに保存するみたいな感じで、まあ、一応間違いノートになるんですかね、それ。こんな感じでやってましたね。面白いタイプの方ですね。この前ね、イベントやった平川さんも、どうやらやっぱり作ってたみたいですね。うん、やっぱ最後、やっぱりしょっちゅう間違えるみたいな論点が徐々に絞られてくるので、もう絞られてくるというか必ずこれは間違えるなっていうのがやっぱり出てくるので、それはやっぱりちゃんと、ノートに記して、最後これだけ見れば、オッケーみたいな。会場に持っていけばいいですので、今日は。最後スマホに自分は過去に間違えたやつがいっぱい入ってるみたいな状態です。素晴らしいですね。だから電車の中でも見れますね、それだと。そうです、そうなんですよ。お昼寝してる、起きた直後とかにも見れますので。ぜひ皆さんやってみてください。うん、これはおすすめです、ね。存在がスマホだけになりますので。体調不良などで講義の受講がですね、スケジュール通りいかなかった場合、どのように追いついてましたか？これは自分通信だったので、そこまでもう体調回復すれば進めるので、あんまり弊害にはならなかったですね。そのまま体調良くなった時に。まあ、フルスロットルで体調いい時に。そうですね。フルスロットルで、悪いとき、昨日体調悪かったから、講義1回も見れなかったってなったら、翌日3回分ぐらい見れば、うん、取り戻せますので。だいぶきついですけど。そうですね。結構スケジュール通り行かなくて、ね、体調壊したり、そうなんですよね、うん。そういうのが結構多いんで、意外とね、この質問は多いんですよね。体調不良が先っていうより、スケジュール通り行かなくなって、ちょっと、うーってなってしまって、そこから体調も悪くなるみたいなパターンが、自分的には多いのかなと思ってます。なんで、心だけは万端にしてた方が、余裕を持ってやった方がいいと思います。そうですね。全力で講義を受けて勉強するっていう状態を保つことが優先的ですよね。そうですね。スケジュール通り行かないっていうことに悲観することはなくて、
勉強しないといけないっていう現状は変わらないですから、毎日自分が可能な限り勉強するっていう日々を毎日過ごすっていうことが重要なんですよね。たとえそれがスケジュール通りでなかったとしても、全力で頑張ってるっていう毎日を過ごすってことが重要ですよね。そうですね。自分のキャパでなるべくいっぱいいっぱいってわけでもないですけど、9割とか9割5分とかの力で勉強を進めていくのが大事だと思います。スケジュールに負けないように、スケジュール通り行かなくそてうですも、ね。へこまないように。勉強するのスケジュールの方じゃなくて自分の方ですから、自分軸でやってた方がいい。特にね、忙しい方とか、学生の方でもね、ちょっとご家庭の事情で、スケジュール通り行かないっていう方結構多いんですけども、そこはね、あまり気にされずにね、スケジュール通り行かなくても、ね、全然、うちが提供する、教材の半分ちょっとぐらいしかできなかった方でも、たまに合格しますんで そこはね、諦めずにってことですよね。ありがとうございます。試験前日、ね、試験日の当日の前日とか、あと試験の日ですね、当日で気をつけたことありますか？まあ、会場を早めに行ったり、朝食何食べた、昼食何食べた、結構これよく聞かれるんですけど、どうですか？そうですね、これ、自分の体のことを把握してるのが大事で、例えば、試験1週間前ぐらいからですね、試験受けてるときに一番体のパフォーマンスを発揮できるように起きる時間設定するみたいな、寝る時間設定するみたいな。例えば、自分でしたら起きた2時間後ぐらいが一番頭回りますね。試験が9時から始まるとしたら、もう7時過ぎぐらいには絶対起きようみたいな。毎日ですよ。で、9時ぐらいに頭一番回るように調整するようにしてましたね。なんで、特に前日とか当日近づいてきたら、お腹壊しづらいものをご飯に選ぶようにしたいと思います。例えば、試験中めちゃくちゃ疲れてますので、胃にも結構ストレスかかってるんですよ。その状態で胃に入れるものは選んでた方がいいかと思います。自分の場合ですと、おにぎり食べたいなと思ったんですけど、おにぎりちょっと重たくて、お米が。サンドイッチに変えたりとか、ちょっとしたお菓子に変えたりとかやってました。試験って、まあ、担当はもうね、夕方まであるじゃないですか。そうだなんですよ。から、だいぶ。昼飯もね、やがおに取らないといけないんですけど、昼は何食べてました？一風は、サンドイッチされてました。サンドイッチは、あ、そうですよね。そう。なんか食べながらね、テキストとか、そうなん間ですよね。違いノートとかをね、確認できるような状態でいいと思うんですよね。だいたいおにぎりかサンドイッチが主流ですよ確か、草加先生もね、おにぎりでしたね。ね。おにぎり本当は食べたいんですけどね、腹持ちいいので、あれの方が。どうしてもお腹弱い人だとおにぎり重たいなってなっちゃうかもしれない。ご本人の、いい感じのものを、ぜひそうですね。自分の体と相談しながら。過ごしてください。あと、まあ、なんか、ウィダインゼリーとかね、普段食べてる方とか、ウィダインゼリーとかもね、全然いいと思いますね。で、結局ですね、リックの講座ってどうでした？よかったですか？自分めちゃくちゃ満足でした。先生方がだいぶ講義中ゆっくり喋ってくれて、ゆっくりはっきり聞こえやすいように喋ってくれてますので、倍速講義が聞きやすくて、で、だいぶ時短で終わらせられましたね。あとは、そうですね、だいぶ、教材の絞り方とかも教えてくれて、例えばどういうのを回転教材にした方がいいですよと。結構細かくしてくれるんですよ。問題集。この問題集は買うけど、この問題集はぶっちゃけあんまり買わない方がいいよみたいな。最低限の社会人向けの方にだったりとか、学生さん向けの方にだったりとか、アナウンスしてくれますので、結構良かったですね。LINE の質問サービスどうでした？あれもめちゃくちゃありがたかったです。計算がちょっと大変だったんですけど、計算問題とかですと、写真撮って送らないといけないので、
こう読む側も大変だと思うんですよ。だいぶ数字が、これ問題集なんですけど、数字がいっぱい連なってるのを写真で読まないといけないので、だいぶ先生方も大変だと思うんですけど、根気強く返信してくださって、すごいありがたかったです。一生動き勉強してる頃からレックを使ってくれてたんでしたっけ？ですよね。ありがとうございます。そうかそうです。ここでちょっとね、豆知識で、一般的な講座とレックの講座のちょっとね、違いをざっくり見ていきたいと思います。一次試験の単等式試験なんですけども、合格率 10% ですね。1回あたりの合格率 10% と非常に難関の、試験になってます。で、二次試験ですね。単等式試験合格したら、受けれる二次試験と論文式試験なんですけども、実はです、合格率 35%。この前、37% 近かったっていうね。実はですね、その論文式試験は3人に1人以上は受かっちゃうっていう、試験なんですよ。で、しかも、担当1回受かれば、論文式試験は3回チャレンジできるので、担当に合格するってことが実は、公認会計士試験の、一番のキーになってくるんですね。諦める方、公認会計士も諦めちゃうっていう方は、実は担当式試験に合格できないから、諦めちゃうんですよね。こいつが一番の壁なんですけども、実は一般的な講座っていうのは、この担当対策と論文対策の講座を全部セットにしたものを購入して学習をスタートするっていう、非常にね、私からすれば謎の講座編成になってて、65万から80万ぐらいを払って学習スタートみたいな感じになるんですね。うん、で、これだとですね、まず担当合格していないのに、論文まで交わされちゃってるっていう不合理と、あと担当と論文同時並行するほど、担当式試験って簡単じゃないですからね。そうですね。担当を突破しないと論文を受けれないのに、セットで費用負担して、しかも時間も取られてしまうっていう、非常に不合理なんで、で、レックは考えました。で、担当を突破するために、作られたカリキュラムと教材、そして後期、それを、実現するですね、担当合格コースでの、まず最初にお申し込みいただきます。23万円から29万円。これで全力で担当式試験突破を、目指すと。で、合格されたらですね、担当の合格体験記提出された方、論文合格コース、あとプラスアルファ、論文を突破するために必要なコースですけども、これを5万円でお申し込みできるというですね、ロケット、2段ロケットの、ね、形式になってます。28万円から34万円ということになってます。で、担当合格コースで目標の試験に、残念ながら合格できなかった場合でも一応フォロー制度があって、次やはり担当をまた受けないといけませんから、再受験用のこの担当講座と論文講座ですね、ここで初めてちょっとセットで販売できるんですけど、もちろん講義は別々で、展開されるので別々で勉強しちゃうんですけども、担当プラス論文、この単論コースが22万円になって、この場合でも、まあ、45万円から51万円ぐらいで、お申し込みできるという編成になってます。なんで皆さんね、ここはレックの魅力として、合格者の方の体験記とかに書いていただいているような状態ですね。はい。ちょっと戻りましょうか。はい。レックの良かったことの、推進みたいな感じなんですけど。ありがとうございます。落ちた方の担当式試験と、次の担当式試験。その間に担当式試験だけの対策、圧縮担当って言うんですけど、論文抜いて単等式試験用の講座があって、で、その後に論文みたいなやり方もできましたので、もう足さなくても別々で講座申し込みすることも確か自分はやってました。あ、もちろんです。ありがとうございます。単等でね、もう一回、再受験でももう一回単等だけやりたいっていう方は、その担当パックっていうのがあるんで、圧縮パックか、ね、普通の担当パックが選べますんで、ぜひ。パック安いですよね。安いです。めちゃくちゃ安いです。平均者向けのやつなんで、10万円、12万ぐらいでしたっけ？そうですね。書いてあります。ありがとうございます。はい。先
すみません、水させてしまって。とんでもない。ありがとうございます。はい。で、勉強法についてですね、楠木さんがやった勉強法について、今思うと、これはやってよかったことと、これはやらなく、やってちょっと失敗だったかな、みたいなものをね、ぜひ教えてください。一個ずつ絞ったんですけど、やってよかったなって思うことは、さっきもちょろっと紹介したんですけど、なるべく情報を一箇所にまとめるように勉強するっていうのは、やってよかったなって思います。これ問題集の一部なんですけど、これ全部復習パッとできないじゃないですか。で、こいつの間違ったところだけを、それも繰り返し5、6回以上間違ったやつだけをスマホにインプットするだとか、あと、当連で間違ったやつを、この回転用の問題集なんですけど、こいつに何枚か挟んでいくみたいなことだったんですね。この辺とかですかね。当連の問題だったと思うんですけど。こんな風にして、情報をなるべく集約していくように、する勉強法はやってよかったと思います。で、これやって失敗したなってことなんですけど、徹夜ですね。なるべく勉強時間稼ぎたいなと思って、朝も勉強して、昼も勉強して、夜も勉強して、夜中も勉強してみたいな感じになると、翌朝めちゃくちゃ頭回り悪くて、結局効率悪くなってしまうので、自分は徹夜あんまりお勧めできないです。ありがとうございます。このね、集約するっていうのは本当素晴らしくて、これどこにあったっけみたいな感じに、なって、それ探すのにちょっともったいなかったりするので、自分がよく間違えるやつは、ここに行けばあるっていう状態を、ね、作っていただければ、よりね、勉強は効率的になってきますし、そこを逆に潰せば、点数プラス、ね、されていきますからね、得点力アップしていくって、それがまた勇気になったりするので、ぜひね、皆さんね、間違えた箇所、特にしょっちゅう間違えるものって必ず決まってきますから、はい、それを、明確化させる。俺いつもここ苦手なんだよなってただ思うだけじゃダメで、楠木さんみたいにちゃんと行動に起こして、ちゃんと物として形に残す、スマホに集約したり、ね、間違いノート作ったりして、やっていただければと思いますね。はい、徹夜はそうですね、やりがちなんですけどね。そうなんですよね。やっぱり焦っちゃってどうしても今日どんぐらいやんなきゃいけないみたいなのが深くてかかるんで、やりがちなんですけど、翌朝もダメになっちゃいますね。あんまりおすすめしないです。まあ、1時、2時ぐらいでね、もうちょっと終わらせないと、ね、翌日ね、ダメージになっちゃうんで、はい。それはね、ぜひ。あとね、楠木さん、これ結構よくあるんですけど、問題集解くじゃないですか。はい、問題集解いて、問題見て、全然わからないのに、ずーっと考えて、10分、20分経つ方って意外と多いんですよ。たまに。疲れてたらやっちゃいがちですよね。仕事帰りとか学校帰りとかで。それも、わからないなと思ったら、もう素直に講義聞いて、解説見たりとか、後ろの解説読んだりとかした方が、効率いいかと思います。そうなんですよ。で理論とか簿記とかも、この公認会計士の試験の問題って、1分、2分考えて、何も思い浮かばなかったら、多分完全に忘却してるから、そうですね、解説見ちゃっていいんですよね、ぶっちゃけ。早いかと、うん、ですぐにまたインプット。数学の解き方とかと似てますね。そうなんですよ、ね。結局、反射的なものだから、なんか、数学の難しい公式を解くとかじゃないんですよね。インプットされた知識をどう出すかっていうだけの話なんで、ずっとね、1分、2分考えて何も思い浮かばなかったら、もうすぐ回答解説見て、解き方をもう一回ね、思い出すっていうのがね、重要ですよね。もう本当ね、結構多いんですよ。社会人の方が多いかな。あれですよね。ちょっとぼーっとしてますもんね。もうなんかずーっと考えてるっていうね。もう、もう諦めちゃっていいですから、諦めて回答解説で読んで、うん、もう一回勉強し直せばいいだけの話ですからね。はい。モチベーション編ですね。はい。まあ、公認会計士の試験勉強しながら、やっぱりモチベーションが下がってしまうっていう方は非常に多いです。楠木さんに解決法です。ぜひ聞いてみたいと思います。
ーションが上がりそうな学校のイベントには積極的に参加してましたか？積極的にとまではいかないですけど、まあ、息抜き程度にはちゃんと楽しめるように参加してましたね。ショックだったのが、文化祭がコロナで中止になっちゃって、せっかく準備してたものがダメになっちゃったみたいなのがあったんですけど、なるべくイベントにはちょろっとでもいいんで、楽しみに行ってましたね。そうですね。まあ、特に年1、2回ぐらいしかないですもんね、実は。学校のでかいイベントって。まあ、それはね、満喫しちゃっていいと思いますね。うん、学習量が多い公認会計士の勉強で、まあ、いろいろと肉体面、精神面で、ね、疲れる期間もあると思いますが、ストレス発散はどうしてましたか？ストレス発散です。僕音楽やってるんで、好きな歌聴くとかは毎日できるストレス発散法なんですけど、あとたまにアコギ弾いて歌ったりとか、でもどうしてもむしゃくしゃするときがあったらなんか、階段とかカラオケとか行って思いっきり叫んだりしてもいいかと思います。ね、やっぱり息抜き結構ね、全くしないって方はそれはやめた方がいいですよね。そうなんですよね。ちょくちょく自分ちょくの好ちょきくなそもう。のに触れた方が。どうなんすよ、そうやった方がいいですね。まあ、あんまりね、おすすめしない発散法は、なんていうんですかね、これ言うと怒られちゃうのかなと思います。スマートフォンのゲームを何時間もやるとかね。あんまりそうですね。疲れちゃいますね。あれ、スマホ頭のが回ゲー転ムっしててないさ、のに。スマホのゲームって疲れるね で、し勉か強も、がそうでさえ。頭と目を酷使するスポーツみたいな感じなんで、ゲームってなったら余計ですもん。ゲームはね、それあとハマっちゃうとね、何時間もやっちゃうので、ね、結構スパンって結構終わるような、さっき言ったまあカラオケとかね、映画館で映画見たりとか、もう映画なんかね、マックス2時間ちょっとぐらいしかないんで、FPS とかなったら、勉強の間に FPS やったら結構あれですもんね。例えで言ったら、野球の休憩でランニングするみたいな感じですよね。ね、ちょっとそうですね。ゲームはね、ちょっと控えた方がいいと思いますね。はい、もっとこう、精神的に発散できるような方がいいと思いますね。勉強について、モチベーションやっぱりね、下がる方いると思うんですよね。ずっとね、モチベーションがいいっていう方がね、そんないないと思うんで、下がった際どうやって上げてましたか？最後は完全に気持ちの問題なんですけど、もう早く受かれば受かるほど生涯年収上がるじゃないですか。それをなるべく頭の中で思い出すようにして、ケツに火をつけて頑張ってましたね。ここ落ちたら、例えば5月の高3の担当を落ちたらもう次大学生じゃないですか。ってなったらもうどんどん合格先延ばしになっちゃうんで、自分の青春がどんどん削れていくみたいな。なので、なるべく自分を焦らすようにして、やってましたね。おっしゃる通りで、公認会計士っていう、ね、資格の魅力はもうちょっとこの後ちょっと少し紹介しようと思うんですけども、取ると急に世界が変わるぐらいの資格になるので、楠木さんがやってるようにですね、全てをかけてでもね、そうなんですね。ぜひ生取活っかてかっほてるしい。レベルで。もう急に年収が変わったりとか、自分の好きな旅行とか、あと趣味とかにもお金をね、使えるような資格になるんで、ぜひそういうのをね、モチベーションにして頑張ってほしいですね。本当に変わりますからね、世界が。第4章最後、導かれし者たち。二次試験の論文の受験校からですね。合格発表までに行う就職活動や就職先を選んだ経緯ですね。あと、現在の近況とこれからのお話、楠木さんに聞いてみたいと思います。論文式試験に合格されたのが、まあ、大学1年生の11月ですが、就職活動はどういうことをされてました？就活ですね、会計士だと大体論文終わってからすぐ始まっちゃうみたいなイメージなんですけど、なんせ沖縄にいるって、事務所が福岡とか京都とか大阪とか東京とかになるんで、全部基本ズームで
面談でやってましたね。で、一個だけ行きたいなって思って、東松の模擬監査がちょうどいいぐらいの時期に福岡でやってましたんで、ちょうど行けるなと思って、そこにだけちょっと行きました、ね。コロナの影響でいいところは、実はズームでね、そうなんですね、結構対面じゃなくて、ズームで対面っぽい感じのイベントとか参加できますもんね。ただ、リアルイベントでちょっと、監査の模擬っていうんですか、模擬監査は福岡でイベントでやってたんで、ちょっと行ったと。素晴らしいです。まあ、主要都市とかに行っている方とかは、生でね、今は、全然コロナは終わってるんで、生の方のイベントもね、ぜひ行っていただければと思います。8月が論文式試験なんで、ああ、俺落ちたかもっていう方でもですね、ぜひ参加して で、画像落ちてこういうとこなんだ、みたいなね、見ていただければ。ここでいろんな人と仲良くなれますので、結構楽しいですよね。ここ楽しいですね。オフィスはめちゃくちゃ綺麗なんで。すごいですよね。すごいびっくりしました。ドラマーとかで出るんじゃねえかみたいな。オフィスばっかりなんでね、ぜひ見ていただければと思います。はい。はい。論文に合格した際のですね、主な就職先ですね。はい。まあ、二次試験の論文式試験終わった後に合格したらいける就職先ですね。はい。まあ、ほとんどの方はここです。監査法人です。どういう場所かというと、まあ、監査、ね、公認会計士の、ね、主な業務、監査を主たる業務とすることを目的にです。公認会計士が集まって設立した法人です。まあ、組織と思っていただければいいですね。まあ、その他の業務でコンサルティングとか M&E、アドバイザリーとか、株式公開支援 IPO ですね。これを担っている、組織になります。はい。ほとんどの方、ここ行きます。まあ、理由は、さっきお話しした実務要件3年を満たすことができるんで、やっぱりここに行くんですよね。はい。あとですね、まあ、監査法人を実務要件満たせて、その後にちょっと行くところとして、結構多いかなと思うんですけど、論文を受かった後もね、ごく少数の方結構行くとこがあるのが、実は税理士法人ですね。これは税理士が集まった、まあ、監査法人みたいな感じ、税務を専門的に行う法人ですね。はい。で、結構でかい、ところもあります。で、そういったところに行って、まあ、監査法人の質問経験も実は詰めるところもあったりするんで、まあ、こういうところに行って、ちょっと税の方が好きだなっていう方は、こっちに行ったりとか、することもあります。あと、会計事務所ですね。ちっちゃい、会計事務所とかに行ったりとか。まあ、会計事務所って何かって言ったら、まあ、監査法人のちっちゃいところかなみたいな感じでいいとは思うんですけども、まあ、税務の相談とか、税金の申告とか、会計支援、つまり、企業のね、経理とかのところで、そこをサポートしてあげたりとかする、まあ、個人事務所になります。で、会計事務所はね、実務要件満たさないところもまあまああるので、やっぱり監査法人に行って、その後のね、キャリアとして、ね、実務経験満たした後ですね、会計事務所ってのがあるか。あ、どうぞ。税理士よりですよね、どっちかって言ったら会計事務所は。そうですよね。どちらかというと、税理士の資格を目指す方とかがアルバイトで、ね、働いたりするとこも、会計事務所なんですね。コンサルティング会社とか一般企業ですね。ここも最近就職先として選ばれてる感じですね。まあ、コンサルティング会社、会社の経営改善のアドバイスを行う会社です。このコンサルティングっていうのは実は資格がなくてもできる業務なんですけども、公認会計士の試験の勉強された方って結構この経営的なね、企業の中身を見るような勉強ばかりされるので、こういったコンサルティング会社でも活躍することができると。結構、このコンサルティング会社に行く方、ちょっと最近増えてるみたいですね。うん、で、一般企業、まあ、一般企業でも、公認会計士の論文まで合格してる人を雇うわけですから、かなり大企業になると思うんですけども、そういった一般企業のですね、経理部とか財務部とかの、ところに就職、
される方も最近います。一般企業の中でその企業を、ね、成長させるために会計士の知識をちょっと活かして活躍するという感じで、ざっと見ただけで結構、ね、これだけの就職先があるとですね。須藤さん、内定をおそらくいただいていると思うんですけど、監査法人を就職先に決めた決定的な要因を教えてください。監査法人、他の会計事務所とか税理士法人の監査法人を就職先に決めた決定的な要因は、さっきも中島さんおっしゃったんですけど、やっぱ実務経験積めるっていうのが一番大きいですね。あとは、そうですね、全国にあることが多いので、監査法人ですと、特に大手の場合とかですと、移動願いで割と行きたい都市に行けるっていうのが魅力もありましたね。給料もいいですし。給料はいいですね。はい、実務経験ですよね。そうですよね。大抵そうですよね。あ、そう。社員会計士登録には必要なんで。須藤さん内定いただいた監査法人どこでしたっけ？あ、トーマスになります。監査法人トーマスです。ありがとうございます。その、ちょっとね、トーマスのお話になるとは思うんですけども、ここでですね、監査法人の中でも、非常に規模が大きい、ベスト4はですね、4大監査法人と呼ばれます。まあ、ビッグ4って呼んだりします。ウィキペディアでも出てくるくらいのところになるんで、ぜひ見ていきたいと思います。はい。有限責任あずさ監査法人。EY 新日本有限責任監査法人。有限責任監査法人統括。PWC 新たな有限責任監査法人となってますね。はい。このあずさ監査法人っていうのは、まあ、この4大監査は全部そうなんですけども、実は大きなですね、企業体、企業がたくさん集まっている集合体っていうんですかね、それの一つになるんですね。KPMG ってものすごくでかい集合体のメンバー、メンバーファームっていうんですけど、はい、アツさんっていうのはその KPMG の中に属されてます。はい。で、EY 新日本有限責任監査法人は、その名の通り EY ですね、アースト&ヤングの中の一つと。ですね。で、楠木さんが内定をいただいている、トーマツはデロイト、ね、デロイトトーマツとか呼んだりしますけども、そこのメンバーファームの一つ、そして PWC アラタは、PWC のメンバーファームと非常にでかいこの KPMG、EY、デロイト、PWC はもうそれぞれがとてつもなくでかい、企業体ですね。で、その中で監査法人っていうのをやってるですね。海外のこれサイトになってるんですけども、大学生にですね、ヒアリングしたですね、世界で最も魅力的な企業ランキングっていうのが、毎年発表されてます。ちょっとね、このデータは2021年かなのデータとかになるとは思うんですけども、22年かもうあったかな。はい。企業ブランディングを専門とするですね、国際組織の、まあ、世界12経済大国、日本も入ってます、ビジネス、エンジニアリングを専攻する学生を対象とした調査でですね、最も魅力的な企業ランキングというのは発表されました。毎年発表されています。で、4大監査法人ですね、先ほど、紹介した、あれ、すべてがですね、トップ10入りを果たしています。ちょっとね、一つぐらいがトップ10から外れたりするんですけど、トップ15、とかになると、まあ、必ず入ってますね。まあまあ、そんなに気にすることはないかなと。まあ、もうベストでね、ベスト20とかにしたら 100% 入るような感じですね。はい。で、他にトップ10入りした企業っていうのは、まあ、Google とかゴールドマンサックスとか Apple とか、まあ、知ってますよね、皆さんね。JP モルガン、マッキンゼイ、マイクロソフトとかですね。で、そういった、こういうガーバとかと肩を並べるようなものが、この4大監査法人のグループで、メンバーファームで、グループ組織になるということですね。これ、日本のランキングだと、4大監査法人入ってこないんですよね。何が言いたいか、何が言いたいかというとね、日本人ってね、本当にこう、監査法人の存在をあまり知らない方が非常に多くて、でも世界中のですね、他の11の経済大国とかは、先ほど紹介したですね、
ね、この4つですね、めちゃくちゃ魅力的で、行きたいと、ガーバと同じぐらい行きたいっていうふうにアンケート結果が出るということですね。それぐらい大きなところになります。で東大の、ね、理系卒業した方でもですね、ガーバってそうそう入れないと思うんですけど、論文式試験合格すればですね、学歴関係ありません。論文式試験まで合格されたら、この4つの監査法人どれかに行きます。それは保証します。それぐらい今人手不足っていうのと、会計士の論文まで合格された方っていうのはそれだけの価値があるということで、それだけの組織の方々が欲しいという人材になるということですから、これもね、楠木さんやっぱり夢にありますよね。そうですね。すごい世界ですよね。すごいですよね。学歴フィルター全部取っ払っていきますもんね。もう高卒とか全く関係ないですからね。ね。そうです。高卒でも何でもとにかく論文まで合格するかどうかが重要です、ね、自分がもう高卒になっちゃうんですけど、それでも、そうですね、向こうの方に内定出していただいたんで。ぜひ皆さん、会計士目指してほしいなと思います。で、このメンバーファームは、この四大監査法人だけじゃなくて、まあ、中小もそうなんですけどね、実は海外にね、支店たくさん持っているので、うちで合格された方とかね、海外勤務とかを希望出して、海外で活躍されてる方もいます。だからニューヨークとか皆さん行きたくないですかね。あと、新興国でそっちの方が楽しいっていう方は、例えばね、東南アジアとか、結構キラキラしてる企業がたくさんあるんで、そういうとこに行ったりとか、そういうのも希望を出していけたりするっていうね、素晴らしいですよね。ありがとうございます。内定をいただいた、トーマスさんですね。監査法人で配属されたい部署っていうのは今あります。最初は、普通に監査証明の方に、監査の部署に行きたいんですけど、仕事慣れてきたらにはなるんですけど、株式の上場支援の監査とか、結構興味あるので、体力あるうちにやってみたいですね。だから IPO ですよね。だからベンチャー企業がこう成長していくところを見たいってことですよね。そうですね。上場の、ベンチャー企業をいっぱい上場させていきたいです。まあ、それがものすごい体力がいる仕事みたいなので、多分若いうちがいいのかな、みたいな。結構、会計士の最初ね、配属されてから、まあ、監査はね、多分やっていくと思うんですけど、そこで企業の内情とかね、まあ、社長のお話とかを聞いて、企業モデルの成功体験とか、失敗体験とかを、まあ、嫌がおりも知ることができるので、やっぱりそういう知識を、これからね、大きくなろう。大きくなろうってしているベンチャー企業の人たちにこうアドバイスしてあげたり、ね、サポートしてあげたりって、やっぱり自然と思う方が多いみたいですよね。やっぱりね、そこは結構刺激になっていいんじゃないかなと思いますね。で、逆にずっと監査がいいっていう方もたまにいますから、ね。まあ、選べるってことですよね。はい、各時間もあるので、いろんな仕事やってみたいですね。そうですね。で今現在ですね、高校生や大学生の方にですね、学生時代に楠木さんからこれはやった方がいいよっていうことをなんかぜひ教えてください。ご経験してほしいことがあって、皆さんに何でもいいんですよ。好きなことでも何でもいいんで、一個目標立てて、それに向かって逆算で戦略立てて、この目標をクリアするっていう経験を一個やってほしいですね。もう本当に何でもいいです。例えば自分音楽やってるんですけど、ライブで集客何人目指すみたいな、例えば集客100人目指す、半年後に100人頑張ろうねみたいな、そのために今からフライヤー作って告知をして友達いっぱい誘ってみたいな、そういうプロセスをやっていって最終的にゴール目標達成するっていうのを皆さんに一個でもいいから経験してほしいです。もう本当に何でもいいです。そうか、政治代ね、それは絶対経験してほしいですよね。この公認会計士の試験もね、資格を目指すでも全然いいですし、もう完全にそう、ここまでちゃんと受からなきゃとか、嫌顔にもね、セッティングしますもんね。はい。なる
筋トレとかでもいいかもしれないですね。筋トレで、懸垂をね、20回できるようにするとか、この日までにとか、ここね、ありますし。ギターだとね、この日までにこの曲はできるようにしたいとか。できますよゲーム好きだったら、さっきのゲームの話とちょっとあべこべになっちゃうんですけど、例えばスマブラの大会で地区何位みたいになるみたいな。それ目標立てて、そのために一日何時間練習する必要があってみたいな。で、どんぐらいのペースで上手くなってってみたいなのを、スケジュール立てて、戦略立てて、地道にクリアしていく経験っていうのを一回やってほしいですね。私ね、そういうのができなかったんでね。だ専門学校とかに行って、やっとね、そういうのを経験するようになって。できたらもう本当にどんな国家試験でも戦えると思うんですよ、自分は。そうですね。だから野球選手。目標を設定して、それに対してどうすればいいのかっていう、具体的な策を自分で考えて実行するっていう経験は絶対した方がいいですよね。大学受験とかにも絶対生きてきますので。推薦で行くにしろ、一般で行くにしろ、推薦とかでもやらなきゃいけないことがいろいろあると思うんで。ぜひね、学生時代にやってみてくださいね。では、楠木さんからですね、公認会計士に興味がある方へ、これから学習される方へ、すでにね、公認会計士の学習をされている方へ、それぞれメッセージをお願いします。ちょっと、もしかしたら厳しいメッセージになるかもしれないですけど、やっぱ公認会計士難関資格って言われるだけあって、半端な勉強量じゃ絶対受かんないんですよ。なので、もし始めるなら、学生さんとかですと特に、自分がやりたいこと全部やって、もうあと悔いないなって思った状態で、もう腹くくった状態で人生かけて挑んでみてください。で、社会人の方も、そうですね、多分、自分が言うのもあれなんですけど、生活かかった勉強になってくると思うので、もう本当に自分の人生変えてやるんだっていう強い意志を持って勉強を進めていってください。頑張ってください。ございます。今お話しした通り、合格するとね、大きく変わっていく。年収も、大手企業の大体倍ぐらいになってくるっていう世界なんで、公認会計士の、傘法人とかで勤めてくると。なんでね、本当に興味がある方、これから学習される方、もうすでに学習されている方ですね、この公認会計士っていう資格が、どれだけ、価値のあるものでっていうことをちょっとね、よりもう一度再認識していただいて、ぜひですね、目指そうと思ってる方は、ぜひ、すべてをね、投げ捨ててでも頑張っていただければなと思います。で、今学習されてる方は、それだけの資格なんで、モチベーションが今下がってるっていうんであれば、もう一度ですね、気持ちを改めて全力で勉強していただければと思います。今日楽しんだもん勝ちですので。そうですね。本当そうですね。なかなか全でき力ないでで。すからね。楽しめれば最強ですね。最強ですね。ちょうどいい時間になってきました。皆さんご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。なもんで皆さん、多分、リックの本校で聞いてる方とかは、ぜひ、これから目指そうかなって思った方は、パンフレットとかもね、ぜひ支店にあるんで、お持ち帰りいただければと思います。これからスタートするっていう方は、オレンジ色のパンフレットを持って帰ってください。もうすでに学習されてる方は、ブルーかな？ブルー系の多分パンフレットがあると思うので、ちょっと読んでみたらいかがでしょうか。はい。それではですね、以上になります。楠木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。バンド活動頑張ってください。もう残り少ないんですけど、そうですね。来月就職になっちゃうんで。頑張ってください。はい。ありがとうございます。はい。ご清聴ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。失礼します。